皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、スーパーマリオ RPG 実況プレイパート21やっていきたいと思います。と前回はラストダンジョンである武器工場に到達したところなんですけども、武器工場とか武器の世界ですね。まあそこにラスボスであるカジオが待ち受けているわけなんですが、今回はまあ一度このモンスターに来ていまして、まあサブイベントというか、まあ戦ってなかったボスをね、ちょっと戦ってみようかなと思います。結構強いボスなんで、まあ戦っても戦わなくてもいいということで、だいぶ手強い敵なんですが、まあ頑張っていきます。レベルは多分そんなに高くはないけど、ギリギリいけるんじゃないかな。よし、誰だ、先生は留守だぞ。あ、ノゴヤン、クッパ様、お久しぶりです。カジオに立ち向かうなんて、私では力不足でした。あれからいろいろありましたが、今はこうしてジャッキー先生の道場でお世話になっています。ここで修行を積み、いつの日か立派な格闘家になってクッパ様のもとへ帰ります。心配するな、現在我が輩はまあまあ役に立つ4人の部下と順調に城を目指しておる。お前はお前の生きる道を探すのだ。強くなれよ。ジャッキー先生は外出中です。もうそろそろ戻ると思いますが、昔よく踏んづけられたマリオさんとぜひ腕試しがしたいのです。試合をしていただけませんか？しましょう。ありがとうございます。手加減はしませんよ。おい。まあ、このモンスターに到達した時点で十分戦える相手なんで、こいつはそんなに強くないと思います。サクッと倒そう。おっと、うん、弱いんだ。はい、強かさすがです。ジャンプだけでなく戦っても強い。やはりマリオ様グレート。お見事。先生、戻られたんですか？おや、気配を悟られる用事は格闘家としては甘い甘い。君の戦いぶりじっくり見させてもらったよ。挑戦ならいつでも受けよう。というわけでこいつを倒します。やるかい？やります。だんだん強くなります。よっしゃ、まずは様子を見させてもらうよ。こいつ本当に強いんだよな。ジャンプでいくか。14回。おっ、さっきモンスターの犬に今何回飛んだのか調べたらですね、53回でした俺の今まででも最高記録ですね。見事だ。まあ1回戦はまだ手加減してくれてるんですよ。ん？ちょっと油断しちゃったよ。君も結構やるんだね。思いっきり手加減したんだ。君が強いわけじゃないから勘違いしないようにね。さあ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 、じゃあ続けていきますか。ついになんかマリオよりもピーチの方が HP 高いっていうね。やるかい？やりましょう。よっしゃ、ちょっとだけ本気を出すから怪我したらごめんね。
はい、第2回戦でございます。ホームチャンプでいこう。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14回か。硬い。お、危ねえ。あれ怖いんだよ。防御で。いいよね。おっと、こいつすごい硬いんだもんな。見事だ。よし、2回戦も勝利。いやはや、君も結構マジになりやすいタイプなんだね。おかげで僕にも火がついちゃった。久しぶりだよ、こんな気持ち。もう言い訳はなしだ。次はこの道場の看板をかけて本気でやろうじゃないか。OK。さあさあさあ、一回一回回復してくれるの嬉しいな。さて、次がこの人の本気モード。超強いですよ。やるかい？やりましょう。よっしゃ、ノコヤン、よく見ていろ。これがジャッキー様の本当の強さだ。おっかねえなー。さてと、13回。よし、おお、威力。威力が凄まじい。全然成功しない。硬いなぁ。全然ダメだ。今日全然ダメだ。勝って。あぶねえ。あれですね、ダメージ操作ジャンプだな。とにかく硬いんだ。強くなるとか使ってもあんま意味ないよね。ちょっと強かった。まあ回数の問題か。
すごい威力だなこれは本当に。この人またね、あれラスボスより強いんじゃないかな。見事だ、勝った。参った、参りました。看板をかけた勝負で負けたということは、この道場が破られたということ。今日からマリオさんを師匠と呼ばせてもらいます。ジャッキー流道場最強のものだけが身につけるこれは、ぜひマリオさんが受け取ってください。ジャッキーベルト。ここもマリオ流道場と名を改め、師匠のようなジャンプを取り入れて心機一転頑張ります。看板よし、ノクヤン、早速トレーニングだ。千本ジャンプ始め。なんかやってる。はい、ジャッキーベルト、ステータスが一気に上がる感じですね。クッパにでもつけとくか。よし、さてそうすればもう一体の、隠しボスもやってみようと思います。ちょっと、その準備のために一回ドゥカティへ向かいます。ちょっと長期戦になるかもしれないですね。まあ頑張ろう。ドゥカティと、この奥の、建物だった、これだったかな。あ、ここだ、ここだ、ここで花火を買います。よっ、おめえ花火って好きか。オラの夢よ、かっこいい仕掛け花火をスポーンとぶっ放すことなんだ。でもでっけえのは難しくってよ、まだまだオラには作れねえんだ。小さいのならできるんだけどな。どうだ、オラの作った花火買わねえか。綺麗な花火1つ500コインだよ。買いましょう。ありがとうよ。そのうちいいのができたらおめえにも見せてやっから、楽しみにしてろや。コインが貯まったらまた来てくれや。たくさん買ってくれたらその分オラも頑張るからよ。はい、多分これ買った回数なんかに影響した気もするんですが、とりあえずこれだけでやめておきます。いらっしゃいませ、ここはお店屋さんでしゅ。ピカピカ石はいかがでしか。はいはい、くださいなと。では花火と交換でしゅ、交換しましょう。ありがとうございました、またどうぞということで、このピカピカ石を入手しました。これが隠しボスと戦うためのキーアイテムになっています。というわけで目的地はまたまたモンスタウン。この敵がですね、個人的にこのゲームでかね一番好き、てかこの戦闘がこのゲームの中で一番好き。もう大きな理由があるんですがね。さあボス戦前にちょっと飲み物を一口。喉痛い。よし、やっていこう。さてと、ここだね。あれ、ここ本来開けられないドアで封印されてるはずなんですが、ピカピカ石が反応しています。封印は開けなく解けました。ドン。この先に強敵が待ち受けています。さあ頑張ろう。このゲーム最強の敵ですね。我が前に現れし旅人よ、我が名はクリスタラー。この世の悪のすべてを滑る者、次元の狭間より発せられた波動、この地に感じ共鳴する。我が前に息づく者よ、汝らはなぜ厚みを持つのか、なぜそうも立体的なのか。我を形作る力、邪悪なる力、この姿平面的に描かれたもの、なんじらは特にない力で形成されている。なんじらは我にない力で形成されている。我は知りたし立体的世界の秘密を、我が力限界まで戦おう。噛み噛みですいません。なんじらの力見せてみよう。見せてやる。勝敗の先に何を感じるか、行くぞ。で、そう、この BGM だよー。
我こそは思考の力を源としたものなり、我を超える者この世におらず、この世の創造から終末まで時を超え、最強の二の銃を受け継ぐ者なり、我が力何時らに知らしめよう、いでよ神羅万象を司る力よ。はい、クリスタラーと4種類のクリスタルが現れました。これがこの、ね、ゲーム最強の出来でとてつもなく強い。はい、でこの曲で私の大好きなロールプレイングシリーズファイナルファンタジーシリーズのね4のボス戦でございます。さあやっていこう。一番最初に倒すのは風のクリスタル。こいつが厄介なんだけど、むしろ間違えた。こいつね魔法攻撃なんですよね。ということで火炎玉いきなり使おう。もうここでアイテムは全部使います。ほら、あ、やったピーチは基本回復だね。おい、魔法耐性はだいぶ高めてあると思うんで、魔法耐性高ければ結構なんとかなりますね。まあそれでも強い。すでに G のピンチだもん。これで回復量足りるかな。無理だな。お、早かった。いて、モーションがないからさ、すねぐのめんどくさいんだよね。スーパージャンプ。13回。ちょっと1個ケロケロドリンク使おうか。だね、使おう。ほっ、クソ当たり来なかった。敵の数も多いし、敵一体一体すごい HP 高いからすごい苦戦するんですよね。チーノが痛い。ヒッペガシというのはドラクエでいうとこのエディスク波動で、いろんな、強化系のね能力を、解除します。まず1体だけでもさっさと倒そう。よし、で次は地のクリスタルを倒したい。まあとりあえず火炎玉とかコンペイトとか使おう。アイスロック。お、あ、痛い。くぅ、まずピーチは死なせないようにね気をつけないと。よし、よいしょ、コンペイト。でもこの霊気は多分大丈夫。魔法耐性あんまりないの多分マリオくらいだと思うんですよね。ピーチは肥満パタコーラがあるんでだいぶ頑丈です。よし、危ねえ。よいしょ、コンペイト。あ、撮影会でちょっと遊んでる間にスーパージャンプやりながら遊んでる間に不思議な卵が帰りまして、新しいアイテムが入手してます。この羊の誘惑というアイテムで相手敵を強制的に消します。ザキです。
強くなるを使おう。マリオに。なんか、ひっぺがしてきそうな気もするけど。来たよ、言ってるそばから、おい。ほら。ジーヌウェーブで、強化。ひっぺがしは来るんですけども、もう、懲りずに。強化はします。いやー痛いな。まあクリスタラよりも先にピーチの番が来てくれればとりあえず。ここは大丈夫。よいしょよいしょ。でもそうですね、ピーチ姫はもう鉄壁ですね。オッケー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 。ほとんど効いてない。フライターン。あれクリスタラの通常攻撃ですよ。モーションがないからさ、読むしかないもんね。まあピーチの次に行動してくるっていうのはなんとなく分かった。これは怖いな。ギリギリだ。よし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 。解除きた。ほら。よし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 。ああ、ファイヤーボールでさっさと倒してもらえるかな。ありつつ。さっきあれですよね、火炎玉のダメージ倍になってましたよね。まあ水属性ですからね、反対の火には弱いと。じゃあ焼くか。ほい、よいしょ。774、いいダメージだな。フラッシュも行くか。よいしょ。これがどの程度入るのか。クリスタルにあんまり入んないな。じゃあジーヌフラッシュ、むしろ FP もったいねえな。やめよう。大丈夫。まだいいか。回復しよう。いって。おい。マリオ超強い。さてさてさて。と一体、まあクリスタラ一体残れば、あとむしろ楽なんですよね。ここまで削るのが大変なんだけど、このクリスタル1個あたり HP1000 とか2000とかありますからね。ありえないでしょ。あいクリスタルに関しては多分 HP4000 くらいですかね。相当高い。だって今までボス大体あっても1000とか、それもうちょっと多いかくらいですよ。
そろそろ FP 回復しないとまずいなってきた。まあ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 、まあ、ほい火球、これは大丈夫。回復する。今攻撃飛んでくるような気はしたんだけど防げなかった。いやー、ここでメイプルにしよう。多分大丈夫。知能を回復させる。ほい、あータイミングずれた。引っぺかすか。ほら懲りないよ。あの肥満パタコーラ取る取らないでここの戦闘ねだいぶ違うと思うんですよね。いかにピーチを守るかっていうところにね鍵があると俺は思ってるんで。よいしょ、大丈夫。よいしょ。あいつってかさ、さっきからこいつが使うちょっと最もえげつない攻撃は来ないんだよね。そのおかげで助かってる。だいぶあと1体なので、あとはもう HP をとにかく高い状態維持すれば勝てますね。よいしょ、回復。よしよしよし。あー解除きた。ジャンプしよう。普通にこれやっぱウェーブかけて甲羅蹴っ飛ばした方が威力は上だね。いってよいしょ。よいしょ。よし、すげえね。よいしょ。いいぞいいぞ。ペースは完全にこっちがねいい感じですよ。もう一生それやってろ。よいしょ。よしよし、ちゃんとボタンカードもしましたから。なんか次ひっぺかしてくる気がするな。来なかった。よいしょ、500、いいダメージだ。オッケー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 、えげつない根拠してこないぞ。倒した。よし、よし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 。マリオがレベル23。魔法だね。やった、勝ったぞー。と他は HP です。22だから HP。 いやー、これに勝てたらもうね、カジオなんか相手じゃねえよ。もう次回あれだよ、
もう過剰に挑みに行くよ。うわあ、この力、そうなのか、理解したぞ。三次元の力、それはあの伝説の力、ジャクヌル波動をはるかにしのぐと言われたあの力か。愛、友、喜び、平和を望む希望の力、我には過ぎた力のようだな。クックック、我は消える、彼の地、いつの日か三次元の力を得てまだ見ぬ地に波動が訪れる、その日まで我が前に現れたビートよ、これを受け取るがよい。さらばだ、偉大なる力を持つ者よ。クリスタルのお守りをもらった。さようなら。勝てた。いつもこれ倒すためにね、レベルマックスまで上げて挑んだんですけどね、このレベルでも勝てるんだ。やってみるもんだな。はい、じゃあすいません、今回はここまでにします。次回はね、あのラストダンジョン攻略に行きますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、スーパーマリオ RPG 実況プレイパート21、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てきれなー。